オリンパス、オリンパス株式会社は日本の工学機器、電子機器メーカーである。本社は東京都新宿区西新宿に所在。医療事業、科学事業、映像事業の3つの分野で内視鏡、顕微鏡、デジタルカメラ、小型録音機などの工学機器、電子機器を製造、販売している。事業分野別に見たオリンパスグループの売上比率は 医療が73.0%、科学が13.6%、映像が11.0%など2015年3月期。内視鏡分野では世界シェア75%程度を占めるなど医療用の光学機器や顕微鏡分野では世界最大手となっている。カメラ部門ではニコン、キャノンに次ぐ事業規模 IC レコーダーは日本国外で70%以上。 日本国内でも50%近い高いシェアを占めている。オリンパスの社名はギリシャ神話で神々が住む山とされるオリンポス山にちなむ。これは創業時の社名である高千穂製作所の由来である高千穂峰が日本神話において神々が集う山とされているためで顕微鏡などのブランドネームに使用したことに由来している。コーポレートスローガンは 最大の事業分野である医療事業では1950年昭和25年イカメラの試作1号機の製品化に初めて成功したオリンパスの医療事業は2004年平成16年に分社化されたオリンパスメディルシステムズを中心とする医療事業グループ各社に大部分が移管されていたが2015年平成27年にオリンパスメディカルシステムズの 主要事業を会社分割により、オリンパス本体に戻し、再び集約している。2011年に、過去十数年にわたる、巨額の損失学士が発覚し、日本における、企業統治、コーポレートガバナンスの不備についての問題も含めて、世界中で、大々的に報道された。4月1日、特例主会社オリンパスサポート名と、株式会社設立。 2017年9月30日現在、自社製カメラとは別に、スプリングカメラのマミア6、2眼レフカメラのエルモフレックスに随行レンズを供給していた。好評を博していたこれらの製品の中でも、テッサー型の D 随行は高級レンズの代表として、絶賛を受けた。スプリングフォーマットのカメラを重視していたため135フィルムカメラへの移行が遅れ、一時期は社内において、 ノーモアシックスと言われていた。マミやエルモ社などの二眼レフカメラに随行を提供していたが、二眼レフカメラのブームに対応支持者でも製造しようということになり、1950年企画委員会を発足させたが、時すでに遅く1953年頃には、M ブームが沈静化、普及版の A シリーズに移行して製造中止となった。 当初は 2436mm ライカ版が主力であったが後に 2418mm ハーフ版のペンシリーズで爆発的なブームを巻き起こした。オリンパスワイドの巻き起こしたワイドカメラブームも有名である。2436mm ライカ版コンパクトカメラ。広角を装備した 2436mm ライカ版コンパクトカメラ。当時は ドイツのカメラに習って、レンズ交換式なら 50mm レンズを標準装着し、レンズ固定であれば 50mm レンズ、短くても 45mm 程度のレンズを装着するのが通例であったが、このシリーズでは広角 35mm を固定装着して、ワイドカメラブームを引き起こした。24-18mm ハーフ版コンパクトカメラ、ベストセラーになり、 他社も追随してハーフ版のカメラを多数販売することになった。2418mm ハーフ半一眼レフカメラ。M42 マウントの 2436mm ライカ半一眼レフカメラ。ペン F シリーズの販売が不調になりつつある中、M シリーズ、後の OM シリーズ開発を急ぎつつ、つなぎで製造を販売された。ミリメートル ライカバンコン型軽量一眼レフカメラ。当時は重厚長大な製品がほとんどであった。中発売され、人気を呼んだため他社も一眼レフの小型軽量化を進める結果となった。1978年のフォトキナで発表された 24-36mm ライカバンコンパクトカメラ。スライド式のレンズバリアーを設けることで、レンズキャップを不要にするという画期的なデザインで、 類似のアイデアによる商品としては、チノンベラミア、リコー FF1 が挙げられる。海外では、クラムシェル、ハマグリと呼ばれた。シリーズ共通のフラッシュ A16、A11、a 9 m は、ボディ横にねじ込む形式でデザインも、ボディと調和している。レンズバリアーのコンセプトは、後のミューシリーズやキャメディアの一部機種にも受け継がれている。オートフォーカスシリーズ昭和56年、 1981年の発売。ソシリーズを温存したため、他社、ジャスピンコニカは1977年に発売。初代オートボーイは1979年発売に遅れを取った。当社初のオートフォーカスカメラ。成功後期株式会社と共同開発した独自の自動焦点方式を組み込む。昭和58年、1983年に発売。 セル型リチウム電池を使用する世界最初のカメラ。大電流を引き出せるリチウム電池を内蔵することでストロボのチャージ時間を約1.5秒に短縮。ストロボが光る様子から命名したピカソの愛称で親しまれました。昭和60年1985年に発売。ピカソの後継機で交換可能なリチウム電池パックを搭載する。 世界最初のカメラ。昭和61年、1986年の発売。愛称、ヌレピカは、キャッチコピーの、濡れても、ピカソの略。その名の通り、世界初の生活防水機能を実現した、全自動のコンパクトカメラ。全カバーがスライドする、伝統のカプセル型ボディ。プラスチックレンズを実用化した、オリンパス最初のカメラ。この機種より、 シャッターオートフォーカスが自社開発となる。昭和62年、1987年の発売。AF-1 が好評なため、シリーズの廉価版として AF-10 が投入される。新種ガラスの採用により、トリプレットタイプながら、良い描写力が好評。米国の電池会社、デュラセルと共同開発となる。 CR123A のリチウム電池を使用した世界最初のカメラ。昭和62年、1987年の発売。AF-1、AF-10 に続くサイレンカバン。オートフォーカスでなく3点のゾーンフォーカス。価格とサイズ、デザインで女性に人気となる。2焦点カメラで昭和63年。 1988年の発売。ワイド 35mm とテレ 70mm のツインレンズシステムを採用し、ボタン一つで切り替えることができた。濡れピカで実現した生活防水機能も装備。昭和63年、1988年発売。日産の乗用車、BE-1 の開発に携わってきたコンセプター、坂井直樹氏。 プロダクトデザイナー山中俊治氏らの協力により世に送り出された。ボディ外装にアルミニウムを採用し、円と四角を組み合わせた大胆なデザインのコンパクトカメラ。性能は a f 1に類似。国内1万台、海外1万台という限定台数が予約制で発売された。昭和62年、1987年発売。オリンパス初となる。 ズームレンズ、35mm から 70mm 搭載のコンパクトカメラ。日東工学からの OEM 供給となる。昭和63年、1988年の発売。名誉ある、ヨーロピアンコンパクトカメラオブザイヤーを受賞した。また、イギリスのピープルズチョイスも受賞。国内では、この年の日経優秀製品。 サービス賞の優秀賞に選ばれた。38mm ワイドから望遠 105mm までの明るい高性能の3倍ズームレンズを搭載。一眼レフに近い機能を持ち、全自動コンパクトに新領域を開いたカメラとして、ブリッジカメラ、クロスオーバー商品と言われた。そのデザインにも注目が集まったレンズシャッターカメラ。搭載されている新タイプのズームレンズは、 多くの技術者の工夫と奮闘の末に完成した。24-36mm ライカ版コンパクトカメラ。それ以前のピカソシリーズに代わって登場した。ニュースリーまでが発売された。カメラでは、珍しい防的機能や、一眼レフと同じように視界が遮られることで、シャッターの音が聞こえなくても撮影されたことがわかる。ビジュアルファインダー機能は有名。 大きく次のように分けることができる。2010年から2012年時点では、一部機種は、産業電気や、ホックスコンからの OEM 供給であった。コダックとともに、企画提唱を行ったデジタル一眼レフカメラの、新システムフォーサーズシステムを採用し、2003年に、e、E-1 を発売、以後実質的に、オリンパス OM システムの後継、ラインナップとしての役割を担った。 2010年10月29日に発売された E-5 以降は新製品が発売されていない。2013年10月にはマイクロフォーサーズシステムのフラッグシップ機 EM1 が発売されており、以後フォーサーズシステムの新製品の予定はないとされる。マイクロフォーサーズシステムを採用したミラーレス一眼カメラモデル。オリンパスではマイクロ一眼カメラと称している。 名前の通り、オリンパスペンのデジタル版として位置づけられてる。ペンシリーズと同様に、マイクロフォーサーズシステムを採用した、ミラーレス一眼カメラモデル。2012年3月、往年の 35mm フィルム式一眼レフ、OM シリーズのデジタル版として発売された。イベフを内蔵しており、いいシステムのユーザーにも向けられたシリーズである。コンパクトデジタルカメラ。 かつては高い市場シェアを獲得していたが、連価帯の商品構成となった。2012年秋に統一ブランドスタイラス。スタイラスが導入された後は使用されていない。一部機種を除き生活防水機能を備えた、ミューシリーズのデジタルカメラ版。後にデジタルカメラもデジタルを付けず、単にミューとして発売されるようになった。2012年秋に統一ブランドスタイラス。 スタイラスが導入された後は使用されていない。スタイラス、スタイラスは2012年秋に導入されたコンパクトデジタルカメラの新ブランド。E システムに使われている随行デジタルレンズをコンパクト機用に新設計し、E システム譲りの高品位処理エンジニア高度な撮影モードを搭載した画質優先の高級コンパクトデジタルカメラ。 防水コンパクトデジタルカメラのシリーズ。かつては、ニュータフシリーズ、タフシリーズとして発売されていた。カメラ単体での防水機能搭載や、防水プロテクターの純正オプション提供など、オリンパスは、デジタルカメラの防水性の確保に注力している。特に防水プロテクターに関しては、各時期の商品ラインナップのほぼ全てに対し、 40から60メートルの耐圧推進を確保する本格的なモデルを個別に用意している。さらにはスピードライトやコンバージョンレンズの防水プロテクターまでも純正オプションとして提供するほどの力の入れようで海水浴やファンダイビングからプロフェッショナル用途まで水辺や水中での写真撮影に対する幅広いニーズに応え続けている。1920年に 初の顕微鏡製品として、アサヒ号が発売され、以後日本の多くの研究者に用いられてきた。1928年から製造された、聖火号 GE は、昭和天皇が愛用していたことで知られている。現在では、生物用顕微鏡と工業用顕微鏡の2分野に分かれている。工業用途の顕微鏡では、半導体や電子部品、液晶分野など幅広い用途に応じた製品を、 発売している。現在は、工業用の操作型強焦点レーザー顕微鏡、レックストシリーズが、市場の高い評価を得ている。強焦点操作顕微鏡や、全反射照明蛍光顕微鏡でのアーク光源による、レーザー光源照射の代替法開発にも、積極的に取り組んでいる。研究用生物顕微鏡として、固定標本の観察や電気整理などに使用される。 成立型の BX シリーズ、接着性の培養細胞の観察などに使用される、倒立型の9シリーズがあり、強商店操作顕微鏡などの特殊観察法のプラットフォームになっている。2003年に市場投入された工業用レーザー顕微鏡シリーズ、マイクロカセットを開発したことで知られ、レコーダーはパールコーダー、パールコーダーの商標を持つ、 マイクロカセットとしては、得意なヘッドホンステレオ発売当時は、パールトーンと名乗っていた。マイクロカセットの後継といえる IC レコーダー、ボイストレックシリーズ及びリニア PCM レコーダー、LS シリーズ、MO ドライブ、XD ピクチャーカード、富士フィルムとの共同開発、工業用、ビデオスコープ、理想科学工業との合弁による、産業用大型プリンターなどを手掛けている。 なお、MO ドライブについては、市場縮小の影響を受けて撤退することが発表された。デジタルオーディオプレイヤー、M、ローブも手掛けていたが、短期間で撤退した。スキャントーク紙に印刷された二次元ワーコードを、スキャンすると音が出る機器も開発販売していた。2006年6月に新事業として、写真、音楽のコンテンツサービス、オリオ、オーリオを立ち上げた。 アルバムサービス、オリオフォト、音楽配信サービス、オリオミュージック、映像と音楽のリミックスサービス、オリオリミックスの3サービスを同年7月に開始した。2010年4月23日サービス終了。2010年10月、ベータ版運用を行っていた写真の保管や共有を行えるオンラインサービス。 h t t p w w w i b o n t h e n e t c o m n s s l a s h の正式運用を開始した。イブ、オンザネットは、デジカメ画像の閲覧、公開と保存の双方に注力したサービスで、公開についてはアップロードした後に閲覧する。フォトスペースには、非公開のプライベートスペースと公開先を限定できる。 シェアスペースが用意されており、シェアスペースには SNS 的なコミュニケーション機能も用意されている。2012年4月、ホトクラウドサービス、イブ、オンザネット、アイビー、オンザネットを2012年4月17日にリニューアルし、写真保存容量、アップロード枚数、写真利用期間の3つの制限をなくた、実質無料、無制限のサービスを提供。また、 イブ、オンザネットサイト内より、フォトブック、フォトプリント、フォトカレンダー、年賀状がオンライン注文できる。2008年、平成20年4月、自分が配置転換を受けたのは内部告発を行ったことに対する報復人事であり、不当であるとして、オリンパス社員がオリンパスや元上司を相手取って移動の取り消し度を求める訴訟を起こした。 これによるとこの社員は2007年平成19年4月営業における機密侵害に関わる上司の不正な行動を察知し同6月にこれをオリンパス社内のコンプライアンス担当に通知した通知された不正の事実を認めたオリンパスはこの事実を公表また取引先に対して謝罪を行ったしかしながら内部告発がこの社員によるものであることが コンプライアンス担当者から当該委員の上司に伝えられ、この結果、当該社員は部署を移動されると同時に、社内では最低の人事評価をなされるようになったという。審理した東京地方裁判所は2010年、平成22年1月、配置転換は報復目的ではなく、上司への連絡にも本人の同意があったとして、請求を棄却した。しかし、 翌年8月の東京高等裁判所による控訴審判決では配置転換には業務上の必要がなく事実上の報復人事であったと認め、商与減額分と医者料等を合わせてオリンパス及び上司に220万円の支払いを命じた。これを不服とするオリンパスは上告したが2012年6月に棄却され社員の訴えを認めた東京高裁判決が確定した。 当該社員は2009年3月、2011年10月、及び判決確定後の2012年7月の3度、東京弁護士会に対して人権救済を求めている。2016年、平成28年2月18日に内部通報後に配典された品質教育の部署へ報復的な配置転換した社員に和解金1100万円を支払うとともに和解内容を 全社員に告知することなどで和解が成立。オリンパスが過去の企業買収において不透明な取引と会計処理を行っていたことが二0 1 1年、平成二十三年、雑誌、月刊ホックタの二0 1 1年八月号で報じられた。二0 1 1年、平成二十三年四月に社長に就任したマイケルウットフォードは、この企業買収の問題を調査して、 同年10月に一連の不透明で高額な企業買収により会社と株主に損害を与えたとして当時会長であった菊川強史及び副社長であった森久氏の隕石辞任を促した。ところがその直後に開かれた取締役会議でウッドフォードは社長職を解任されてしまう。後任には菊川が代表取締役会長兼社長執行役員。 として社長に就任。ウッドフォードはことの経緯を公表し、その異常な企業買収と会計処理の実態に株価は急落した。菊川は同月26日付で代表権も会長権社長執行役員の役職も返上することとなった。2011年11月、オリンパスは弁護士と公認会計士から構成される第三者委員会を設置し、さらに バブル崩壊時に出した多額の損失を会計処理するために2008年に実態とかけ離れた高額による企業買収を行い、それを投資失敗による特別損失として計上して減損処理し、本当の損失原因を粉飾しようとしていた。損失計上先送るや、歴代の会社首脳はそれを知りつつ公表していなかったことを公式に認めた。 11月24日付で、菊川は取締役を辞任した。2016年、平成28年4月1日に粉飾方法を指南した二人に対し、東京地方裁判所で5億円の損害賠償全額の支払いを命ずる判決が出て、同年3月24日に損害賠償で高山修一前社長ら13人との和解が立、したと発表し、 同年11月28日に元監査役5人との損害賠償で全員との和解が成立したと発表した。所定就業日数は240日、休日日数は125日である。有給休暇は入社初年度から20日が付与され、取得促進を目的とするクリエイティブホリデー制度によって連続5日間の休暇を各人が任意の時に設定できる。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。